どこら辺でしたっけ？この辺り。この関節のところです。はい。いつ頃から？1週間前くらい。何かありました、原因は？なんか最後にこう覚えてるのは、はい、靴をすごいこう洗って、あ、なるほど、磨いた、あ、磨いてて、次の日、あのこのたわしというか、はい、なるほど、それですね。じゃあそうです、ここと、はい、もう一個ここに関節あるんですけど、 どっちって感じします？なんかこう曲げ伸ばしした時に、今はここなんですけど、最初すごい痛い時も多分ここも、そこも痛かった。なんかここここここが痛かった。ああ、で今はちょっと収まってきて、ここそこが痛い感じ。はい、ちなみにですけど、こうして、はい、こういうふうに、そうすると痛かったりします。ちょっとここに痛みが。痛みが。こっちの手でだとどうですか？ないです。あ、じゃあやっぱり利き手ですもんね。はい。じゃあここの腱を多分痛めちゃってますね。腱鞘炎ってやつだと思うんですけど、うん、そしたら、頭そちらで上に、はい、上向きで横になっちゃいましょう、はい、前に同じことありました？いや、ないです。初めてです。ちょっと動かしますね、うん、こうすると痛かったりします？大丈夫、大丈夫、うん、逆にこうすると、これはちょっときますよ、はい、この親指の腱鞘炎って主婦の方がなりやすいんですけど、うん、親指の動きに関連する腱がいくつかあって、うん、短母趾神経、長母趾外転筋って2つあって、うん、1つは指を伸ばす筋肉、うん、で一つは外転だからこっちに、うん、まあ指ってこうくるくる回したりできるじゃないですか、うん、そのいろんな動きに対応する腱がいっぱいあるんですけど、うん、そのうちの2つぐらいが痛みやすいって言われてて、うん、で筋肉がここにあって腱になって、まあ、この指にくっつくんですよ、うん、でこの筋肉が働くと外転したり、まあ、この辺だと屈曲か、この辺の筋肉だったら伸ばしたりっていろんな動きするんですけど、その腱がトンネルを形成している場所があって、うん、ちょうどこの辺なんですよね、うん、このトンネルがあるから腱がこっちに行ったりしなくようになってるっていうんですかね、うん、筋肉が働いて腱が指を引っ張るんですけど、ここで押さえてるからうまくこう指が動くっていうんですかね、うん、だから一般的な腱鞘炎で痛いのが結構この辺だったりするんですよ。で、もう一個ここに関節があって、うん、ここ関節になりやすくて、うん、で、ここはここで、まあ、腱炎みたいな感じかな、うん、腱そのものを痛めてるから、うん、今回だと握ってこうやってやってたから、うん、その腱をずっと力が入りっぱなしで使ってたから痛めたのかもしれないんですけど、うん、まあ、どっちにしても関連する筋肉はここにあるんで、ここをまずマッサージして、うん、それから細かい関節がここにいっぱいあって、この関節も少し緩めてあげるというか、だとこことここの関節も少し動かしてあげるって感じで、うん、でやっていきます、ね、はい、ひとまずじゃあ手のひらを上にして、うん、まあでも張ってますね、張ってる、だから気持ちいい、そう、靴上がってたのはきっかけだと思うんですけど、はい、それ以前に溜まってる疲労が多分あってなってますね、きっと、はい、他に何かありますか、右手、あの、ちょっと痛めてるのに、はい、ダンベルをしちゃう、あー、なるほど、はい、っていうかその前、痛める前からもう硬くなってたと思うんですけど、あそれって日常の中で力が入ってる方が長いんだと思うんですけど、はい、なんですかね、まあ、あらゆることだと思うんですけど、家事全般とか、多
多分料理とかですかね。あ、まあそうですよね、料理もそうだし、スマホもですよね。スマホもですよね、うん、スマホもやっぱり持ってるだけでも弱い力だけど、うん、持続的に力使っちゃうので、うん、どっちかというとこういうふうに硬くなりやすいんですよ、ね、緩めない使い方っていうか、うん、で硬さがあるってことは、ここの腱がもうちょっと引っ張られちゃってる状態ですかね、緊張がもうあったから、うん、それで靴をガーってやった時に痛めちゃったみたいな、うん、これ大丈夫ですか、はい、気持ちいいです。この腱鞘炎をやっぱり、うん、まあ、ほっとくとというか、痛いけど使い続けちゃうって感じで使ってると、うん、だんだんその腱を包んでる腱鞘っていう鞘みたいな、うん、トンネルみたいなものがあるんですけど、うん、それ自体が腫れてきちゃって、うん、で指がこう引っかかり始めちゃうんですよね、うんうん、腱鞘炎からちょっとステップアップっていうか悪い方ですけど、うん、そうすると腱が腫れてきちゃってカクンみたいな、伸びなくなって、うん、こうやるとカクンみたいな、うん、これバネ指って言って、そうなんですね、はい、それがそうなっちゃうと、やっぱ日常生活が結構不便になっちゃうっていうか、お疲れ様でした。なるべく使わないようにそうなんです。でここが、まあ、いわゆる関節じゃないですか、うん、で中手骨って骨が、まあ、部分で言うと細長い骨がここに5本だな、4本か、うん、親指もこんぐらいの細長い骨があって、うん、こことここが関節なんですよ、うん、CM 関節って言うんですけど、うん、そこも痛みやすいんです、うん、もし今回はこことこことここって言ってたから、うん、ここも痛めてるのかもしれないし、うん、そう、そこです。あ、ここですか、はい、あ、じゃあ関節炎なのかな、もしかしたら CM 関節って、うん、なんかコキって言ってますね、うん、そうそう、ちょっとでコキってなる時があって、あ、でここも関節だから軟骨があって、うん、やっぱり使い続けてると他の関節と一緒で軟骨がすり減ってきちゃったりとか変形しちゃったりってなるので、うん、大丈夫ですか。大丈夫、気持ちいいですね。なのでこうやってそう動かして関節の動きを滑らかにしてあげたりとか、うん、引っ張って緩めたり引っ張って緩めたり、うんうん、これを使わないって、そうだから難しいので、うん、だから治りにくいんですよね。うん、でも本当なるべく左でやろうと思って、はい、本当にあのスポンジ洗剤つけるのもやっぱり右手で、はい、やっぱりここですね。あ、ここですか。じゃあやっぱりその関節なのかな。うん、ちょっと上から押してみますね、うん、これは、うん、いやいや、ちょっと痛い、ちょっと痛い、あ、じゃあ CM 関節炎の、これは伸びる感じは、うん、親指のところですね、うん、これは痛くはない、うん、若干、若干、はい、痛いです、ね、痛い、はい、ここを痛める方ってすごく多いので、うん、サポーターもいっぱい売られてるんですよ、うん、うちにもあるんですけど、うん、CM 関節用のサポーターと親指の腱鞘炎サポーター、うん、それじゃあ電気治療をやっていきますね、はい、最初に痛めたのがからもう1週間ぐらい経ってるんでしたっけ。1週間ちょっと、はい、じゃあちょっと刺激が入るハイボルテージっていうのをやってきますね、はいはい、刺激がこの回復力を高めてくれたり、うん、痛みを和らげてくれるって言われてるので、はい、これをちょっとやってきますね感じてきたら教えてください、はい、あ、来ました、はい、で多少刺激があった方がいいって言われてるので、はい、ちょっとずつ上げてきますね、はいはい、結構きました。あ、き
はい、外します、はい、まあ、基本はやっぱり使わないでいることなんですけど、うん、やっぱりより強く握るほど良くないし、より長い時間使うほど良くないので、うん、スマホだったら弱い力だけど長時間持ってるとそれも疲労になっちゃうし、ハサミで硬い枝切ったり包丁で硬いかぼちゃ切ったりとか、うん、グッて持つほどそれもダメージになっちゃうので、はい、なるべく強く使わないっていうのと長く使わないっていうのをイメージして、まあ、あとはやっぱり固定をするのが本当はベストなんですけど、うん、ちなみにちょっとテーピングを巻いてみますね、はいはい、テーピングとサポーターっていうやり方があるんですけど、うん、テーピングだとこういうやつ、これ 2.5 センチぐらいで、うんうん、これ今45センチぐらいで切ったんですけど、これをちょっとつけてみますね。手首の、まあ、自分でもつけられるんですけど、小指側のところからスタートして斜めに親指の方に切って、で指をくるっと、引っ張りすぎると血が溜まっちゃうので、ここのところだけはあまり引っ張らないようにして、で8の字を描いて反対側に切って、これで使いづらくなるので、これをサポーターでやるとしたら、ちなみにこれはCM 関節炎の方のサポーターで、こういうやつ、ここってよりはここを押さえる感じ、指を入れて、ちょうどこれがテーピングと同じ作用するんですけど、これで引っ張って、ちょうどここが CM 関節なんですよね、うん、なのでここを固定するイメージ。どうですか、結構制限されますよね。あ、はい、固定されてる感じが、で、こうやってもう使えないようにしちゃうのが一番ベストなんですけど、はい、もう一個別のサポーターがあって、こういうやつ、うん、これはもう指そのものをスポッと覆っちゃうタイプだから、ここが痛いとしても、ここが痛いとしても、どちらでも使える。まあ、こんな感じですね。で、これはもう切っちゃってもいいんですけど。うん、っていう感じ。一応なんか水に濡れても、すぐ乾きますみたいな、主婦の方向けのものなんですね。あ、これがあるのか。これ、つけてなんか、より強度アップするのかな。よくわからないですけど。あ、こっちはくっつくんだ。これで添え木的な感じだと思いますね。よりこっち行きにくいから。あ、はい、うん。ってやってるともう完全に使えないから。その、はい、何もしなくていい時にはこうしとくと、はい。何もないとついなんか使っちゃったりするじゃないですか。それを防ぐために。はい、あとなんか夜寝てる時につけたり、はい、夜間装具って言うんですけど、はい、痛みが強い時は。寝てる時でもなんか変な動きしちゃって、うん、なんかこっちこうやって下になって寝ちゃったりとか、なんか痛めちゃったりすることもあるので、はい、痛みが強い時はもう寝てる時もこれつけたままにしたりとか、っていう使い方もあるんですけど、うん、まあでもこういうのを使いながら、うん、少しの安静を保って、うん、そうすれば良くなるみたいな。これでじゃあちょっと様子を見てみてください。はい、ありがとうございました。